皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。そして何よりハッピーサーバス。本日は俺と神様の講演会2日目にお越しくださり、ありがとうございます。では、初めにお祈りをさせていただきます。天の神様、あなたの皆をたたえます。今日こうして証の機会が与えられたことを感謝します。どうかこの時間を豊かに祝福してください。私たちの主、イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。はい。改めまして、おはようございます。私のことを初めての方も多いと思いますので、簡単な自己紹介をさせていただきます。私の名前は田村和幸と申します。愛媛県で生まれ、神奈川県で育ちました。大学を卒業し、金融機関や医療機関で事務やエンジニアとして働き、現在は東京荻窪にある東京衛生アドベンチスト病院で働いています。昨年の3月にバプテスマを授かり、4月には結婚をしました。現在は夫婦で東京都世田谷区にある世田谷教会に通っています。世田谷教会は小田急線の千歳船橋駅から徒歩で約5分程度の場所にあるとても賑やかな教会です。近くまでいらした際にはぜひ遊びに来てください。今日は私と神様との出会いについてお話しさせていただきたいと思います。今から3年前の私は大学病院のエンジニアとして働いていました。日勤も夜勤もある仕事なので、生活スタイルはとても乱れていました。時には48時間通して働くこともあり、とても大変な毎日を過ごしていました。その頃の私は、一人暮らしをしながら、好きなものを食べ、好きなものを買い、好きなことをしていました。時間を自分のために使い、自由を満喫していました。ただ、なぜか、いつも満たされない気持ちでいっぱいでした。自分はどこへ向かっているのだろう。人生、このままでいいのだろうか、という漠然とした不安がありました。暇つぶしに流行りのスマホゲームをしていたこともありました。たくさんのお金と時間を費やして、どんどん強くなって先へと進みました。ですが、上には上がいて、最後には壁にぶつかり、結局飽きてやらなくなってしまいました。また、アイドルを好きになり、握手会に行ったりしていた時期もありました。今振り返ると楽しい思い出ですが、私が抱えている不安は解消されることはありませんでした。そんな時、私は一人の女性と出会いました。彼女はすごく元気で明るくて、とても料理が上手な方でした。私はそんな彼女の魅力に惹かれていくとともに、そんな彼女が大切にしていることを自分も知りたいと思うようになりました。それがイエス・キリストでした。彼女は私が知りたいという気持ちに応え、たくさんのことを教えてくれました。聖書のことから神様のこと、イエス様のこと、聖霊様のこと、そしてその中心には愛があるということを教えてくれました。当時の私は宗教というものに興味や関心はありませんでした。むしろ過去の事件などから関わらない方がいいとさえ思っていました。ですが、彼女が語るイエス様という存在からは、これまで感じたことのないどこか引きつけられる魅力があり、そこにはずっと探していたものがあるような気がしました。聖書にはこのような言葉があります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。マタイによる福音書11章28節から30節。振り返ると、これまでの人生の中で私が神様に強く願ったことが2度ありました。1度目は私が中学生の頃です。私が通っていた中学校は少々荒れていました。授業崩壊や校内での暴力などもありました。その中で私も罪のスパイラルに囚われていました。
そしてそのような環境から抜け出したいと何度も神様に祈りました。誰かにそうしろと言われたわけでもないのに、自然とひざまずき毎日祈りを捧げていたことを覚えています。二度目は今から2年前、父の容態が悪くなった時のことでした。入院し人工呼吸器をつけている父の姿を見た時、私の目には涙があふれました。私は神様に祈りました。どうか父の容態を回復させてください。それから数ヶ月後、父は帰らぬ人になりました。この2つの経験は、私のその後に大きな影響を及ぼす事柄でしたが、この2つには大きな違いがありました。中学生の頃は、一人で祈りを捧げていました。誰にも相談できず、誰かがこの悩みを解決してくれないかと思っていました。ですが、父の容態のことを祈っていたときは、私は一人ではありませんでした。父の容態が悪化し始めた頃、私はダニエル・ラッシュという企画に参加していました。ダニエル・ラッシュは青年たちが中心となって企画したもので、そこでは数名ごとに小グループに分かれ、毎日の健康への取り組みや日々の出来事を分かち合う時間が持たれ、その中には互いのことを祈り合うひとときがありました。祈りのとき、父の容態のことを知った多くの参加者が祈りを捧げてくれました。父のことだけではなく、残された家族に対しても癒しと慰めがありますようにと祈りを捧げてくれました。私はこのとき、こんなふうに相手のことを気遣い合うことができるなんて、どんなに素晴らしいことなんだろうと思いました。私はこの時、クリスチャンになろうと決意しました。聖書によってつながれた関係にぬくもりを感じ、これまで自分のことばかり優先して考えていた自分に気づき、利益を求めず相手のことを優先するという考えを知った時、背負っていた重荷が軽くなったことを感じました。私は神様の家族になりたいと思いました。そして父の死から1年後の春、私は教会でバプテスマを授かりました。その春には私たち夫婦の結婚式を挙げました。快晴の空の下、多くの方々に囲まれながら、この祝福の時を過ごすことができました。私たち夫婦は結婚式を迎えるにあたり、新しい家庭で大切にしたい聖書の言葉として一つの聖句を選びました。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。ヨハネによる福音書13章34節から35節。私たちは育ってきた環境や境遇が一人一人異なります。なので、人が集まったとき、どうしても考え方には違いが生まれてしまいます。そのとき、私たちは相手が自分の利益になるかどうかという考え方で付き合う人を選んでしまっているのかもしれません。異なったものが一つになるということは簡単なことではないと思います。ですが、互いに愛し合うという神様が私たちに示された新しい掟にあるように、相手の利益をお互いに求め合う関係にこそ本当の愛を表すことができるのではないでしょうか。最後に、これから私が今後どのように生きていきたいかを少しだけお話ししたいと思います。私はイエス様を知ったことで救われました。そしてクリスチャンとして新しい命を授かりました。ですが、これから何をしたらいいのだろう、何が私にできるのだろうと毎日考えています。自分が救われたから、あとは再臨を待ち望むだけで良いのでしょうか。
私が好きな聖書のエピソードに、悪霊に取り憑かれたゲラサの人を癒すというものがあります。悪霊に取り憑かれた2人のゲラサの人は、イエス様に悪霊を払われ救われました。その2人は、自分を救ってくださったイエス様についていきたいと願いました。その時、イエス様はこう答えました。イエスはそれを許さないで、こう言われた。自分の家に帰りなさい。そして、身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。マルコによる福音書5章19節。この時イエス様はなぜこのように答えられたのでしょうか。私にはついてくるな。神様のことを伝道しなさい。ということなのでしょうか。そうではないですよね。イエス様はあなたの言葉や行動で救われる人がきっといます。その方々に神様との出会いを話してあげてください。と言われたのだと思います。私はこれがイエス様の願いだと思っています。何年かかるか、何十年かかるかは分かりません。何人に伝えることができるかも分かりません。けど何かできることがあるのだと思います。このイエス様の願いの実現に向けて、私は少しだけでも勇気を振り絞って努力していきたいと思っています。そして悩んでいる人や困っている人がいたら、こう話しかけてみたいと思います。その荷物、お持ちしましょうか。ありがとうございます。では最後にお祈りをさせていただきます。天の神様、あなたの皆を称えます。今日こうして証ができたことを感謝します。私たちは自分たちのことを優先して考えてしまいがちですが、相手のことを優先し合えるよう、そしてお互いにそうできるようにしてください。また、それらを良しと思わない世の誘惑から私たちをお守りください。そして、あなたの願いの実現にどうか私たちを用いてください。この時を感謝し、私たちの主、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ご視聴ありがとうございました。お話はいかがでしたか？もしも皆様の心に何か響くものがありましたら、ぜひともこの YouTube リンクを皆様の Facebook や Twitter などでシェアしてください。お友達やご家族にこの YouTube リンクのご紹介してくださればものすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。神様の豊かな祝福が皆様の上に今後ともありますようにお祈りしています。God bless you and Maranatha.